アイテム番号 SCP-372JP。 オブジェクトクラスニュートラライズド。特別収容プロトコル SCP-372JP は内部に断熱処理と防水加工を施した提供異物品保管用ロッカーに容器を固定された状態で収容されます。 SCP-372JP は異常性を失いました。対象は無力化済み物品収容室に保管されます。説明。 SCP-372JP は一般的に丼と呼称される器です。非活性時には空の状態を維持しますが、人間が50センチメートル以内に近づくと、内部に一般的にラーメンと呼称される麺料理に酷似した物質が出現します。味及びほとんどの成分は一般的な醤油ラーメンと同じものですが、口述する強盗殺人事件の被害者である坂本和也全員の DNA が麺に少量含まれています。接触に問題はありませんが、非常に高温であり活性中は常にその温度を維持し続けるため、接触者が火傷を負う危険性があります。この特性のため、SCP-372JP から出現するラーメンを完食するのは困難です。SCP-372JP の持つ特異性は出現したラーメンを接触した時点で発現します。このオブジェクトを接触した人物は一定の位置からの第三者位置の視点で、坂本和也を映した様々な場面の映像を想起します。接触者はこの際5分から10分ほどの時間の経過を覚えますが、実際には1秒から3秒程度しか経過しておらず、想起されるのは映像のみで音声はないことが報告されています。脚注1、映像の1、坂本和也強盗殺人事件現場の現場写真を使用したシミュレーションなどを経た結果、おそらくテーブルや食器棚、厨房に置かれていた、ラーメン丼、の視点から撮影されているのではないか、という推測がなされています。SCP-372JP は1994年5月10日に大阪府のラーメン店舗で起きた坂本和也強盗殺人事件の現場から発見されました。SCP-372JP を接触した際に想起される映像は、このラーメン店舗の経営者である、坂本和彦、及びその妻である三重、息子である吉尾の3名の生活風景であると推測されています。坂本和也と SCP-372JP の関係性の調査は SCP-372JP が NEUTRLIZED 指定されるまで行われていましたが、現在は打ち切られています。以下は接触実験を行った際の内容のリスト2です。実験に参加した D クラス職員からの想起した内容の描写と体感した時間に関する報告をもとに作成されています。脚注2、優れた体内時計を持つと判断された D クラス職員、B-18782 を使用しました。接触回数、一口目、体感時間、25分、想起された映像の内容、ラーメン丼の中からの視点、客と思われる未知の男性がラーメンをすすっている、客はラーメンを完食し、美味であることを述べて店から出ていく。レジに立っている坂本美恵は事件時の容姿より10年ほど若いように見える。接触回数、5口目、体感時間、10分、想起された映像の内容、2、3歳頃であろう。坂本義夫が危うく湯の入った寸胴鍋をひっくり返しそうになる。かろうじて坂本和彦がそれを止めるが、手に過小を負う。接触回数、9口目、体感時間、15分、想起された映像の内容、坂本義夫が息を吹きかけながらラーメンを接触しているところを、坂本美恵が見ている。坂本義夫は5口目より成長し、6歳前後に見える。接触回数、18口目、体感時間、20分、想起された映像の内容、坂本和彦と坂本美恵がおそらくグルメ雑誌の記者と思われる人物にインタビューを受けている。3坂本和彦の手には過小の跡が残っている。店は店舗兼自宅に改築され、これまでの映像よりも広くなっている。客中3、会話の内容から、これは1990年7月に出版されたローカル誌、OSAKA めぐりナビ、8月号に掲載されたラーメン店紹介記事の取材であると思われます。接触回数、27口目、体感時間、10分、想起された映像の内容、坂本義夫が坂本和彦の横で、見よう見真似で野菜を切っている。坂本義夫は9口目の映像より成長し、10歳前後に見える。接触回数、完食、体感時間、1時間以上、想起された映像の内容。
視点の位置及び現場から考えると坂本和也は睡眠中であると思われる。坂本和彦が何かに気づき、起き上がったところに、坂本和也強盗殺人事件の犯人である、編集済み、が襲いかかる。編集済み、はバットで数回坂本和彦を殴打した後、飛びかかった坂本美恵を突き飛ばし、頭部を殴打。坂本美恵がかばった坂本義雄に、バットを振り下ろす。坂本美恵及び坂本義雄はこれ以降横たわり、動かない。坂本和彦は二人に這い寄るが、再び、編集済み、に殴打され、動かなくなる。その後、繰り返し、編集済み、は坂本和也を殴打し、飛び散った体組織と思われるものが支店にへばりつく。編集済み、は預金通り帳及び現金を奪い、逃走。これは1994年5月10日の強盗殺人事件の犯行中の映像と思われる。ホイ1、SCP-372JP の第一発見者であり、坂本和也強盗殺人事件の担当警察官である。からの聞き取り調査の抜粋です。いくつかの警察用語に関しては、一般的な言葉に置き換えられています。あんなひどい現場は、12年警察官をやってきて初めて見たものでした。現場に入って最初に目にしたのは、あの店舗兼自宅の、六畳間のちゃぶ台の上に丼が置かれてたことです。その中に、赤いものと白いものが入っていたんです。最初、ラーメンが放置されているのか、って思いました。でも、よく見たら、それはラーメンじゃなくて、飛び散った脳みそと血液だったんですよ。それが器の中にへばりついていたんです。あの一家はひどいものでした。服装以外で、誰が誰だかを見分けられなかったんですよ。頭をめちゃくちゃに鈍器で殴りつぶされていて、そりゃ脳みそが卓の上の丼に飛び込んでもおかしくないな、と私は思いました。たった10歳の男の子の頭をあんなめちゃくちゃに殴った奴っていうのは下道としか形容できません。中略、でも、あの後に冒涜的な真似がありました。現場から押収したその丼に、いつの間にかラーメンをよそっていた奴がいたんですよ。証拠品を保管する部屋から匂いがしてきましてね。見たら、出来立てのラーメンが放置されていたんですよ。そうですか。そういう真似をした犯人を捕まえるからその器を回収されるんですね。よろしくお願いします。本庁の上の方なら、その辺のことも慣れていらっしゃるでしょう。ぜひ厳正な処分をお願いしますよ。ポイ2、実験から4ヶ月後の1999年8月7日に、B-18782 は新しく雇用された D クラス職員である D-25111を娯楽室内でペンを使い刺殺し、拘束されました。B-25111は坂本和也強盗殺人事件の主犯であり、5ヶ月前に死刑判決を受けたため財団と契約し、D クラス職員として雇用されていました。以下は D-18782 の証言を文字起こししたものです。ああ、博士、俺は何も、とちくるってああいう真似をしたわけじゃない。俺はさ、そりゃ死刑囚なんだから、クズだよ。職場で上司をやっちまったんだからさ、わかってるさ、けどさ、実験に参加して、ずっと模範的な、ああ、B クラスでいたんだよ。ほら、なんでそれを不意にしたんだ、って言いたいんだろ。でもな、あれは、あればっかりはああする必要があったんだ。あいつと俺は、直接会ったわけじゃない。あのラーメンを通して出会ったんだ。別に、あの映像を見たときは、テレビ見てるみたいなもんだったさ。俺、そんな見ず知らずの奴に同情したりしないよ。けどさ、なんでか知らないけど、あいつの顔を見た瞬間、とんでもなくあいつのことを憎く思ってさ、うん、ボールペンでも刺せば死ぬんだな。中略、あのさ、俺、なんであんな映像を見ただけで、あいつのことを殺したいって思ったのか、ちょっとわかったかもしれないよ。多分だけどさ、あのラーメンって、煮えたぎった腹渡。いや、多分、怒りで煮えてる脳みそだと思うんだよ。ほら、最後の映像であの家族はさ、脳みそとかいろいろこっちに飛んできてたじゃん。俺さ、それを食っちゃったから。だからあんな俺はムカついたんだと思う。あれが熱すぎたのは、あの家族の憎しみの温度なんだと思うんだ。この事件以降、SCP-372JP は活動を停止しています。SCP-372JP はニュートラライズド指定されました。
ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。